さあ、キャラ別対策講座の方を上げていきたいと思います。私、大福と申します。よろしくお願いいたします。で、今回の試みとして、VIP マッチの対決はつけません。ただし、2、3キャラ一気にやっていく、2、3キャラくらいかな、やっていきたいと思います。で、どっちがいいかまたコメントとかでも教えてくださいよ。まあ、というのも、VIP でいい感じのやつができたら、今までキャラ別対策って、上げてるんですけども、ちょっとなんかいい感じのやつが当たる前にちょっとやっぱいっぱい出してほしいっていう風な要望があまりにも多いので、ちょっとスピード感を意識してコンピューターとの対決だけで上げていきたいと思います。まあね、VIP とのコンピューターの違いとかも含めて解説していきたいと思うので、まあその辺はコメントとかでどっちがいいかとか教えてくれたらと思います。で、まあ喋ってこの辺の導入をやってるうちにちょっと一気やってしまったんで、ちょっと呆然一方になりながら解説していきたいと思うんですけども、しようかな、こうしたわ。で、アイクさんですけども、まずは鉄則があって、空中攻撃に絶対当たりに行かないっていうことを意識してください。空中攻撃に当たりに行くと、もう完全になんか上に上げられて、空上とかで死んでしまうんで、それはもう絶対にやめてください。で、それさえやらなければ、まずそれをやらないっていうことですね。パーセントかけ、稼ぎに行こうとして、アタック外して空中、アタックで攻めようとして、こんな感じで、まあ今スマッシュだけど、今、わざと当たったんですけど、スマッシュに行ってくると思うから、空中攻撃当たりに行く方が完全に怖いので、それだけでやってください。で、復帰阻止とかですけど、やりにくい方ですね。復帰阻止やりにくい。今、コンピューターだから復帰阻止最初できましたけども、超やりにくいです。なので、結構横 B 復帰が多分多いんですよ。で、横 B 復帰に対して、こう、空前、空母だね、空前とか空上の置いてあるっていうのは割と有効かなと思います。そう。で、そう、そんな感じ、そんな感じ。リップっぽい、リップっぽい。見た。あんま簡単ないっすね、この人。で、なんとか、そう、今のに当たると、コンピューターなんでコンボやめてくれましたけども、なんか、コンピューターなんでコンボやめてくれましたけども、そう、空上とかやられて一発バーストなんですよ。なんで気をつけてくださいと。で、やっぱポイントは距離感をとる。剣キャラとの鉄則ですよね。距離感をとって、こっちからその距離感を詰めに行かない。相手が詰めてくれるのを待つ。それが鉄則です。で、空中攻撃にはガードで待つ。基本もう空中からは遅いガードの方展開しかないので、まあ、そんな感じを意識してやってくださったらいいかな。ああいうのに絶対当たらない。で、そう、こういうのも絶対当たらないってことを意識してください。そろそろ決めていいです。そろそろじゃあ。バーストタックですけど、これがまた難しいんですよね。こんな感じでね、甘い武器阻止に来てくれるんだったらいいんですけどね。そう簡単に来るような相手でもないんですよね。なので、バーストタックとしては、もうやっぱり、ガーキャンクーエルっていうところもあるんですけど、ちなみに攻撃狙うところに関しては相手の着地スキーを一応狙っていくんですけど、着地スキーがあまりないので、ちょっとうまくジャスガするなど、でジャスガができなかったらもう粘り強く相手が甘えた行動、こんな感じで甘えた行動してくるときに攻撃を当てるしかないかなと。まあ。で、あと、今みたいに横 B を空前でやるっていうのは一つのパースだと思います。で、まあ正直あんまり言いたくないんですけど、歌う眠るはちょっと有効かなと。ただタイミングは見てください。よろしくお願いします。アイクさん対策でした。で、剣キャラが辛いっていうコメントも多いんで、ちょっとシュレックさんの方の対策も上げておきたいと思います。シュレックさん不利なんで、まあ負けてもあんま気にしないってことが一番の対策かなと思いますけども。で、シュレックさんも、まあ別に剣キャラってだけで今選んだんじゃなくて、アイクと一緒で、やっぱ空中攻撃をなんとかケアしていくのが大切なんですよね。だから戦い方としては近い。シュレックの攻撃範囲に、ああいうのは無理なんで、もう気をつけてください。もう無理なんで、もう気にしない。シュレックの空中攻撃、シュレックが飛んだらちゃんとガードしてケアしてやるっていうことをちょっと大切に。で、シュレックは、基本的には空エルと空母。で、この空母にケアしてやることがすごく大切なので、空母ケアしてやることがすごく大切なんで、ぜひ何度かケアしてください。よし。で、復帰阻止が割と効くんで、シュレックさんの倒し方としては割と復帰阻止がいいかなと思います。で、まあ、復帰阻止のやり方としては、まあ、さっきみたいに空下を置いてやるっていうのもいいですし、リップ相手だったら、やっぱ空下よりも、まあ、空上の方がいいかなっていうのはあります。頭のところに空上を置いてやる。そんな感じがいいかなと思います。で、なんかあと一歩。そうですね。
まあポイントの稼ぎとことしては一緒で、相手の着地隙を狙っていくっていう形で、上手い人はマジで着地隙が届くよ、攻撃が届くところで着地してくれないみたいなところがあるんで、もうその場合はもうこう我慢なんですけど、今みたいに接近めっちゃ近いところに着地してくれたらいい、着してくれたらいいんですけども、そう簡単にはいかないので、まあポイントを見て着地してくださいと、着地隙を狙ってくださいっていう感じ。まあ相手が離れてるとき、離れてたく、例えばやれよ、空中攻撃やってくれよ、やってくれよ、今のは当たるわ。そう、あ、まあこれぐらいので無理やり行くとちょっとやられちゃうんで、空中攻撃じゃないですけども、まあなかなかやってくれなかったので、これが、あ、そう、いやー来ちゃうな、コンピューターは。ちょっとまだ解決したいから決められないっていうジレンマ。で、まあこんな感じで後隙をなんとか気合で狙ってください。近づこうとしたらこういう空中攻撃ブンブン丸タイプに近づこうとするとアウトです。で、あとポイントとしてはこう、マジか、耳悪すぎるだろこいつ。まあなんでなんでビジョン、あー今クエンで殺せる。でも説明したいのはこれなんだ、説明したいのはこれなんだ、なぜ説明させてくれ。皆さんもやりたいこと分かったと思うんですけども、やり決めやすいのは歌う眠るです。ごめん、確かに、やっか、はい、油断はしないでください。まあ決めやすいのは歌う眠るなんで、よろしくお願いします。原田さん、まあ手越優也になんか最後油断してやられましたけど、まあそんな感じですね、よろしくお願いします。さあ、とりあえず最後1匹ぐらいにしときますか。これインクリングさんですね。で、インクリングさんですけども、いた、ちょっとやり忘れたけど、お願い転がる開幕、お願い転がる超聞くんで、ぜひやってください。まあプリテンダーのところにもインクリングさんお願い転がる当たってたと思うんですけども、割と当たりやすいと。で、VIP でのインクリングさんの戦い方はバッタ空母、もうこうやってピョンして、こうやってピョンして、こうやってピョンみたいなやつがめちゃくちゃ多いです。こんなんばっかですね、こうやってピョン、こうやってピョンみたいな、あ、そう、今ね、今やって持ってる、こうやってピョンみたいなのが多いんで、基本的に、で、その後を狙いに行こうとすると、また同じ攻撃に当てられるとか、そういうのが多いので、それへのケア対策なんで、いける、よし。それへのケアなんですけども、まあ、基本は無理に狙いに行かない。で、狙いどころとしては、飛んだ瞬間に叩く。相手が飛ぶ、バッタ空母なんですよ、リップなんで、基本的に。で、だから、ここの相手がジャンプを読んで叩く。これがいいかなと。ジャンプ読み叩く。剣キャラにはできないんですけども、インクリングさんぐらいの今みたいな感じね、ジャンプ読み働くっていうのがいいかなっていうふうに思いますよ。で、インクリングさん、皆さん何百人と流されたであろうこの、ローラーをケアしてくださいと。で、ローラーのケアの仕方ですけども、ガードと空中ジャンプで避けられるので、とりあえずその辺のガードと空中ジャンプでうまくこうやってケアしてください、よろしくお願いいたしますと。ローラーね、まあどうしても当たるかなっていうところで、まあ仕方がないと、ローラー当たらねえ人間なんていいねとザクレイ氏も言ってたんで、かのザクレイ氏も言ってたんで、まあその辺は気をつけてくださいと。まあね、バースト隊になったらローラーで相手狙ってくると思うんで、なんとかローラーケアしてください。意識配分を置いとくだけでスマブラって変わるので、眠るへの意識配分を何パーセントか置いていくかとか。私はもう 60% ぐらいになったら意識配分を眠るに完全に切り替えたりするんですけども、今解説動画なんかでやってないんですけど、まあそんな感じですね。バッタ空母対策と、あとローラーに当たらないと。で、1個あげたいのが、もう1個喋りたいのが、歌うが割と入ると。これが1つ。歌うはやっぱり、地上で、地上移動がやっぱりインクリングさんって多いので、歌が割と入ってくるってことが1個挙げたいこと。で、もう1個挙げたいことは、復帰阻止がね、意外と効くんですよね。復帰力高い割には意外と効くと。判定が弱いんでね。で、っていうのがあって、さっき決めなかったんですけど、ポイントとしては、相手がイカになったところ、相手がイカになったところで、空への置いてやる。できるかな？こんな感じかな。今、空前置いちゃったな。まあ、相手がイカになったところで、うまく復帰阻止をやっていくっていうところですね。今、空前になったけど、クエルの方がおすすめですね。まあ、インクリングさん、こんな感じで対策すればいいかなと思います。ありがとうございました。では、対策動画の方、こんな感じで3匹と。まあ、こんな感じでこれからもいいか、コメントお願いいたします。よろしくお願いします。